まあ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 。よっしゃ。おー。岩との一期一会の出会いを大切にするっていう、そういうクライミングがしたいなと思ってて、シューズとチョークだけ持ってその岩場を歩き回って、あ、自分がかっこいい、これ自分登れるかもって思った課題を、特にリハーサルとか掃除とかしないで下から攻めて登るっていうスタイルが今自分が一番楽しいかなって思います。ボルダリングの魅力ってシンプルさにあると僕は思ってまして、シンプルだからこそ難しさを追求できたりとか、クライミングそのものに集中できるっていうのはすごい魅力的だなというふうに僕は思ってるんですけど、掃除するとかマットを持ってくとかリハーサルするのってクライミングそのものとは特にまあ関係のないことですよね。ただそういうのを省くのってどんな岩でもできるスタイルではないですし、それが初頭ならなおのことそうだと思うんですけど、無駄を省いたスタイルでトライできるとか初登できる岩に出会った時っていうのはすごい心躍るなと。小さい時山に連れて行かれたりとかジムに連れて行かれたりしてて、兄が先にクライミングを真面目に始めてたの でちょっと僕もクライミングやろうっていう、そういうノリでクライミングを始めました。巨大ウォールがすごい懐かしいっていうのは、全然やっぱ今風じゃないですよね。狭くて暗くて埃っぽくて、でホールドは古いし洗ってないからツルッツルになってるし、僕がクライミング始めた頃って結構どこもそうで、その環境の中でみんな切磋琢磨してトレーニングしていたんで、本当に純粋なフィジカルを鍛えていくにはいい環境だなって思ってます。あとまあ24時間空いてるんで学校での研究終わった後に深夜に行ってちょこっとトレーニングとかいうこともできますし、中学校で初めて何だろう、軽く地質学を習った時に、あ、自分がいつも触れてる岩には歴史があるんだな、それからその岩を見る目も変わりましたし、岩に対してすごい興味を持つようになって、ぜひ義務教育以外でもしっかりこの岩について勉強する機会が欲しいなと思って地質学を専攻するようになったんですけど、岩の歴史を知るとその岩だけじゃなくて地球そのもののことを知れるっていう、なんかまあボルダーだったら結構大きめの石ころですけど、そこから地球規模のことを知ることができるっていうのはすごい面白いなっていうふうに思ってます。課題を初頭するっていうのは自分にとって今すごく満足のいくスタイルで、課題の写真を見た時から、あ、この課題をグランドアップで初頭できたらどんなに素晴らしいだろうっていうふうに思ってまして、
ツアーに行ってあの課題を見たら思ったよりも高かったですし、下地がすごい狭くて上から落ちると海まで折っていってしまうような、でトライしてる時も掃除をしていなかったので次のムーブを本当にこなせるのかとか、次のホールドは本当にかけないのかとか、そういうプレッシャーがどんどんかかってくるようなトライだったんですけど、映像的に見せたいのはでっかくてあの凹凸が少ないシンプルな形状の岩を登ってる映像を見せたいですけどね。なんであのでっかければ危なくなりますし、あの形状が少なければ難しくなりますし、高さとか難易度にこだわりがあるわけではないですね。そのラインが持つ魅力っていうのをあの、まあ、見て感じてほしいですね。自分が何やってるかって全然わからないですよね。10年前は大学で研究しようとかあんま思ってなかったですよね。クライミングだけで食っていきたいなって思ってた。今全然そうなってないですし、あのとにかく昔から変わってないのは何かにこだわりを持ってやってるわけではなくて、その時あのこれ面白いなとかかっこいいなと思ったことをやる。10年後もクライミングを続けてて、本当にその時もその自分のモチベーションに忠実にクライミングしてれば OK かなって思います。中島徹、ザ・ノースフェイスアスリート、フリークライマーです。